こんにちは。いつも見ていただきありがとうございます。今回は豚肉の和風チャーシューを作っていきます。使った豚肉は豚肩ロース肉のブロック約 500g を使いました。まずは形が崩れないようにタコ糸で結んでいきます。結び方はまずは端からですね、一箇所このように結んで、その後は輪っかを作りながらだいたい 2-3cm 幅ぐらいで結んでいくような感じです。肉の形が崩れないようにタコ糸で結ぶことがよくあるんですけれども、この結び方に関しては特に決まっていませんので、結びやすい結び方で大丈夫です。それと後で紹介するんですけれども、スーパーでしたら肉の形を整えるネットがもらえますので、そのネットを使ってもらってもいいかと思います。端までこのように輪っかを作りながら結んだら、ひっくり返して反対側に縦にタコ糸を通していきます。このように輪っかを作ったところに絡めて縦に通していくような感じですね。これを繰り返して端まで来たら固結びで留めておいてください。そして余分なタコ糸は切っておきます。こういう感じですね。これが先ほどお伝えしたスーパーでも無料でもらえるネットですね。これがあると便利なので、ある場合はこれを使ってください。そしてここから下味です。塩 5g 約小さじ1杯ですね。これを肉の全体にかけていきます。塩の量は肉の重さに対して約 1% が目安です。塩をまんべんなく振ったら、あとは粗挽きの黒胡椒も、これもまんべんなく振って全体になじませていきます。下に落ちてしまった塩と胡椒もしっかりとつけて、手でしっかりとこのように押さえてなじませてください。それでは他の食材を用意していきます。生姜 10g はこのように薄切りにしてください。これはこの後豚肉を煮込むときに一緒に入れます。次はニンニクです。ニンニク2つは包丁でこのように潰してください。このニンニクはチャーシューのタレで使います。それとあとは長ネギの青い部分ですね。この部分も適当に切って、これも豚肉を煮込むときに使っていきます。それでは準備ができましたので、豚肉を焼いていきます。フライパンを中火にかけて、豚肉を焼いていると油が出てきますので、特に最初油は引かなくて大丈夫かと思います。ただ今回豚肩ロースなので若干脂身がありますけれども、豚のロース肉を使う場合は油を引いてもらった方がいいと思います。そして各面を丁寧にしっかりと焼き目をつけるように焼いていきます。今回使った肉が豚肩ロースですけれども、先ほどもお伝えしたようにロース肉でも大丈夫ですし、あともっと脂身が欲しい方は豚バラ肉でも作れますので、そのあたりはお好みの部位を使ってください。全面に美味しそうな焼き目をつけ、旨味を閉じ込めたら取り出します。次はチャーシューのタレですね。フライパンかまたは鍋に醤油、みりん、料理酒、ニンニク、そして唐辛子を1本入れて火にかけます。一煮立ちしたら火を止めて、後で豚肉と合わせていきます。今回は唐辛子も入れてますけれども、辛いのが本当に苦手な方は唐辛子は入れなくても大丈夫です。次は豚肉を煮込んでいきます。鍋に豚肉を入れて、豚肉がしっかりと浸かるぐらいの水をたっぷりと入れてください。水を入れたら、次は生姜とネギの青い部分も加えて火にかけます。沸騰してきたら弱火にして、落とし蓋をしてから、ここから約1時間煮込んでいきます。1時間後ですね、落とし蓋を外して取り出していきます。この豚肉を煮込む工程は以前に角煮とかも作ってるんですけれども、その工程と同じですね。しっかりと1時間ほど煮込むことで豚肉の臭みを抜けて柔らかく仕上がっていきます。取り出したらこのように竹串を刺して、肉汁に
血が混じっているようでしたらもう一度煮込んでください。透明な肉汁が出るようでしたら大丈夫です。そして次は袋に移して先ほど作っておいたチャーシューのタレを合わせていきます。この時に唐辛子とニンニクも一緒に入れて漬け込んでください。タレをすべて入れたらしっかりと空気を抜いてここから約1時間ほど漬け込んでいきます。冷蔵庫には入れなくて大丈夫です。1時間の途中で 2,3 回ぐらいですね、上下を入れ替えてタレが馴染むようにしてください。1時間以上漬けてしまうと味が濃くなりすぎてしまいますので約1時間を目安に漬け込んでください。1時間経ったら豚肉を取り出してタレはフライパンに移します。フライパンに移すときはこの時は唐辛子とニンニクは取り除いておいてください。そしてこのタレを火にかけてあとは煮詰めながら豚肉に絡めていくような感じです。でここでタレを煮詰めながらこのように豚肉にしっかりと絡ませていくんですけれども、あまり煮詰めすぎて絡めてしまうとどうしてもやっぱりしょっぱくなってしまいますので、引き上げのタイミングとしてはタレにとろみがついてきたぐらいがちょうど揚げ頃です。だいたいこれぐらいですね。もしタレの辛みが甘くても後でタレをかけて食べることもできますので少し早いかなぐらいでもいいかなと思います。取り出したら粗挽き胡椒をしてアクセントもつけておきます。粗熱が取れたら糸を切り離してこの後はお好みの厚さで切り分けていきます。なかなかいい感じに仕上がってますね。今回切り出した厚みは約3ミリぐらいで薄切りにしてます。もっと食べ応えが好きな方はここ1センチぐらいの厚みで大きく切り分けてもらってもいいかなと思いますので、そのあたりはお好みの厚さでお願いします。この状態で食べても十分美味しいんですけれども、この後皿に盛り付けてお好みで先ほどのタレですね、余ってるかと思いますのでタレをかけてもらうとまたより一層しっかりとしたチャーシューの味が楽しめるかと思います。ということで今回は豚肉の和風チャーシューのレシピでした。意外と簡単にチャーシューはご自宅でも作れる料理なので、ぜひ一度作ったことのない方はチャレンジをしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。